岩村道夫8月21日昭和40年3月13日は太平洋戦争海戦同リットル空襲の時の日本の司法大臣であり放送会幹部である。1882年で北海道初代長官に任せられて札幌に赴任。彼も幼少期を札幌で過ごした。1889年父は 農商務大臣就任及び貴族院議員職人により東京に戻ったが彼は父の教理スクモにーきスクモ小学校で学んだ吉田茂は同小学校の同窓生1893年に入学岡山県の第六高等学校を経て1910年独放課を卒業した同年司法官司法に任せられ甲府地方裁判所に赴任 1940年9月、永久戦犯容疑者として逮捕され、菅野拘置所に収容された。戦時特別法など、司法弾圧について取り調べられたが、1948年に、至って不起訴処分で釈放された。1949年東京家庭裁判所、調停委員に任命された。 以後は弁護士として活動し、日本朝廷協会連合会理事長なども務めた、1965年3月13日死去、81歳。ありがとうございます。